ダルトンアカデミー・コー・オーブラーズはアメリカ合衆国のグリークラブ。オハイオ州ウェスタービルにある架空の私立学校にあるアカペラグリークラブである。彼らはグリーでシーズン2の初めてのキスで初登場した。そのエピソードでは2年生のリードシンガーとしてダレン・クリスが演じるブレイン・アンダーソンが登場した。またケイティ・ペリーの ティーンエイジドリームのカバー曲を披露した。この時、ウォーブラーズの俳優は、マサチューセッツ州、サマービルにあるタフツ、大学のアカペラ部によって提供された音を口パクで歌っていた。番組に出演しているダレン・クリスとクリス・コルファーがリードを務めた、ウォーブラーズ名義のシングルソングは2011年3月までに130万曲を売り上げた。彼らのファーストアルバム、 グリー、ザ・ミュージック・プレゼンツ・ザ・ウォーブラーズは2011年4月19日に、コロンビアレコードによって発売され、発売第1週目に8万6000枚を売り上げ、US ビルボード200で2位、ビルボードのサウンドトラック部門で1位を獲得した。リン、ジェームズ、グリー、ニュース、ウォーブラーズアルバムトラックリスティング、アートワークリビールド。 MTV, バイオコム2012年2月8日閲覧。コールフィールドキースグリーウォーブラーズアルバムフライズハイオン、ビルボード200。ビルボード、http コロンスラッシュスラッシュ,ュ www.billboard.com スラッシュ、ニュース、グリ e ウ s ーブラーズアルバムフライズハイオン、ビルボードマイナス10億515万5842。ストーリー2012年2月8日閲覧。 サウンドトラックス、ウィークオブメイレー7、2011、ビルボード、プロメテウスグローバルメディア、2012年2月8日、閲覧。ありがとうございます。